タシルンポ寺は、チベットシュガェシ、サムドプチェクにある、ゲルクハ最大の寺院である。吉祥ミデ寺、殺従林富士、タシルンボ寺。ラサの三大寺院である、ガンデン寺、セラ寺、デプンデラと合わせてゲルクハ四大寺院。それに、青海省のタール寺と甘粛省のラプランデラと合わせて、ゲルクハ六大寺院と呼ばれる。4世以降のパンチェンラマはここで、宗教活動と、 政治活動を主に行った。四月の町の西にある二色飛山の山腹に建設され、50余りの共同と200余りの部屋を持つ。四月のタシルンポジ、1993急ぎ足のタシルンポジの僧たち、1993インドビラクッペにあるタシルンポジ1447年に、ゾンカパのマッテイ氏にして、後の第一世ダライラマゲンンドゥンドゥプガウッツァンの大貴族の 援助を得て、タシルンポジを建立。建設には12年かかった。1600年に第4世、パンチェンラマのロ露ン中期キャンセンが、タシルンポジ委員の住職をしていた時に大規模な拡張工事が行われた。パンチェンラマ4世は、作法家の最初のパンチェンラマで、以後歴代のパンチェンラマはテラを拡張した。タシルンポジの治領は、チベットをダライラマが統治していた時期でも、 パンチェンラマの下で一定の自治を得ていた。1960年、パンチェンラマ10世不在の間、タシルンポジは中国軍に破壊された。損傷は他の多くのチベット創員に比べると少ないものであった。現在のパンチェンラマは11世であるが、ダライラマ14世によって認定された11世で、あるドン中期ニマー中華人民。 共和国当局によって拉致されて今も、消息不明であるため、この寺院には現在は、中華人民共和国側が擁立した11世である、ツェン・ノルブが、スとして住んでいる。1972年、もう一つのタシルンポジが、インドカルナータカ州のチベット人巨竜クビラクペに、混流された。ここの住職は、パンチェンラマ10世の転生者創作委員であった。 タシルンポジの大弥六殿そびえ立つ単価の壁境内で、最も郵送かつ偉大な建築は高さ30メートルの大弥六殿と歴代パンチェン冷凍殿である。第9世、パンチェンラマ中期にはによって1914年に高さ26.2メートルの弥六菩薩の同性座像を建て祀られたのが大弥六殿である。大弥六殿は寒顔、胸、腰と足の五層構造で、 中に座像が供養されている。この魅力像は6,700万両もの金と12万キログラムの純度の高い銅からなり、大小様々の1,400個余りのダイヤモンド、真珠、琥珀その他の宝石が散りばめられている。七座の歴代パンチェン冷凍は大きさに違いがあり、何人かを建てつったものも一人だけを建てつったものもある。塔内には第十世、 パンチェンの中期キャンセンを含む歴代パンチェンラマのシャリに組みが収められている。スムパスカルイエシーズダプル、ビューア、チョス、ビューンダパグマスサムリアンブザング、ケン、ツー、ユーミリングダップスカーンコン、1九十二スと、スレッドソングスジアスジアマス。だが、ルデンチョスビューンベーズ、ウリアセールピオー、クラングゴー、アイ、バドチーシーズリングダップスクランコン、1八十九 ありがとうございます。